コルキット軍は、アメリカ合衆国のジョージア州にある軍。軍庁所在地はムールトリーである。2000年国勢調査時の人口は42,053人だったが、2007年の推計時には45,744人に増えた。1856年2月25日に設立され、連邦上院議員を務めたウォルター・テリー・コルキットに、ちなみ名付けられた。国勢調査局によると、 この軍の総面積は1441平方キロで、うち1430平方キロが、陸地総面積の0.77%に当たる11平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、この軍には42,053人、15,495世帯、11,063家族が暮らしている。人口密度は1平方キロ当たり29人で、 平方マイルに換算すると76人となる。住居数は17,554件で、1平方キロに平均12件が立っていることになる。住民のうち白人は67.78%、アフリカ系は23.47%、ネイティブアメリカンは0.29%、アジア系は0.25%、太平洋諸島系は0.04%、 その他の人種は7.05%、混血は1.12%、ヒスパニックは10.83%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した群の人口ピラミッド15,495世帯のうち34.6%は18歳未満の子供と暮らしており、51.0%は夫婦で生活している。15.5%は未婚の女性が 世帯主であり、28.6%は家族以外の住人と同居している。24.9%が一人未世帯で11.2%を独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.63人、家庭の平均構成人数は3.12人である。住民のうち27.4%が18歳未満の未成年。 10.3%が18歳以上24歳以下28.0%が25歳以上44歳以下21.4%が45歳以上64歳以下12.9%が65歳以上となっており平均年齢は34歳である女性100人に対して男性が9 8 1人いる一方 18歳以上の女性100人に対しては95.5人いる。1世帯あたりの平均収入は28,539米ドル。家族ごとでは34,792米ドルである。男性の平均収入は26,588米ドル。女性の平均収入は21,155米ドルで、労働者でない人々も含めた。 住民一人当たりの収入は14,457七米ドルとなる。総人口の19.8%、家族の16.1%、18歳未満の子供の25.7%、及び65歳以上の高齢者の19.6%は、貧困線以下の収入で生計を立てている。2008年の国政調査局の推計では、 軍の住民の75.3%が白人、22.9%がアフリカ系、16.0%がラティーノであった。ありがとうございます。